ゆうすけ、藤岡ゆうすけ、お前なんて俺が買わない時だけやる気出して、追いつかない程度の末足で2着や3着に来て荒らして帰るんだ？ゆうすけ、お前がその騎乗しないといけないのは去年のジャパンダートダービーだったんじゃないのか？不良馬場のどうやっても高速化したダート。前が残るのを考えなきゃいけない馬場状態で、ゆうすけ。お前はハピでどんな競馬をしたんだ？コーナー通過12、14、13、12、8。そして上がり最速を使ったハピは最高峰からの競馬で4着。ゆうすけ。お前なんで今年のジャパンダートダービーはその反省踏まえてきちんと乗ってんだよ。おかげで馬券紙くずになったぞ。いや、すでにミックファイアを切っていた時点で終わっていたんだよ。それなぁ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。今日は2023年ジャパンダートダービー開校やっていこうと思うけど、本当にお前の予想。マジで当たんねえなぁ。本命ユキタムは4着、2着までの対抗だったミックファイアは2馬身半差の圧勝、シマイニャ3番手評価の帝王リカードは最下位とか。マジでお払いに行った方がいいんじゃない？ミックファイアは強かったわね。確かに例年で言うと中央の世代の最上位のダート馬が参戦していなくて、中央馬のレベルは低かったけど、地方馬とは思えないような強さで南関東三冠馬。2024年からこういう重賞に解放されてしまう前の最後の、そしてもう見られないかもしれない三冠馬になったわね。地方競馬の夢が最後の最後で叶うなんて、本当にいいことだわね。正直、3コーナーで沈むと思ってたんだけどね。は？っていうか、ペースがアホみたいに速かったんだよね。正直、武豊にはがっかりだわね。1000メートル通過62秒周辺の平均くらいのペースでゆったりと行くのかと思いきや 60.2 秒というとんでもないハイペースで駆け抜けちゃったからね。競馬ゆっくり想定ペースより2秒も速いってなると、前は総崩れするわね。しかも1ハロン目は普通芝のレースでも加速しないといけないから、12秒台になることは短距離の芝のレースでも全然あるんだけど、今回のジャパンダートダービーはダートで1ハロン目 11.9 秒で2ハロン目が 11.1 秒、3ハロン目が 11.9 秒。なんだこれ？新人騎手かなんかが乗ってんのか？おお。言い過ぎよ。大体2コーナーくらいまで隊列は決まっていたように見えるけど、タイム的には先行争いが長引いているように見えるわね。かなり最初から飛ばしているわね。武豊らしくもない。先頭だった水戸の王は逃げなきゃダメな馬だし。武豊も水戸の王で2戦目だからね。どのくらい控えられるのかも把握できてなかったんだと思うし、それに水戸の王もかなり行きたがっていたし、帝王リカードはつっついてくるし、最内からお祭り男も急加速してくるし、水戸の王にはやりづらい展開だったわね。その結果がこの1000メートル通過 60.2 秒という超ハイペースなわけね。その後、4ハロン目 12.8 秒、5ハロン目 12.5 秒と先行勢はこれでは持たないと共通認識があったのか落ち着いたペースになったわ。6ハロン目が 12.3 秒、7ハロン目が 12.7 秒。向こう上面でも地方馬だと少し早いラップが並ぶけど、中央馬の平均から少し遅いペースで流れる。そしてラスト3ハロン目が 13.0 秒、ラスト2ハロン目が 12.7 秒、ラスト1ハロン目が 13.7 秒。完全にハイペースでみんな足が鈍っていてのサバイバルレースになったわね。つまりミックファイアは中央馬が垂れるような超ハイペースを5番手で追走し、見事に前を差し切りに馬身半の差をつけたとんでもなく強い馬と言えるわけね。そうね。私としては戦前の疑念は坂もない大井の平坦コースで時計的には楽をしていない羽田杯とスローペースに恵まれたように見えた東京ダービーを総合すると、ここは難しいと思っていたけど、ミックファイアの力はその上を行っていたわけね。上がり3ハロンのタイムも控えて直線にかけた2着キリンジと出遅れ組のオーロイプラータをしのぐ、最速の 38.7 秒。いやー、これは競馬ゆっくりの見る目がなかったわねー。南関東三冠に最も近づいて、涙を飲んだハッピースプリントをこのタイムから見るとはるかに超えているし、
中央馬の足を貯めた組より先行して切れる足を使えるとは、今までの地方馬の逃げ先行の持久力で中央馬に勝つという馬が多かったけど、ミックファイアは異質で瞬発力でも十分勝負できる、本当に今後が楽しみな逸材ね。でも、言うて今回の中央馬はそんなに強くなかったわけでしょ？中央馬の3歳世代の最上位は出ていないという意味ではそうね。だから、今後は今回のジャパンダートダービーのように競馬はできないかもしれないけど、追走力は確かだし、瞬発力も高いし、地方交流重賞や交流 G1 で地方の対象格として君臨できるわね。もちろん不安な点もあるわ。確かに3歳世代では中央含めて間違いなく上位の一角を占める存在になったミックファイアだけど、今回のジャパンダートダービーのタイムは両馬場で2分4.6秒、直前少し雨は降ったけどね。そして重馬場だった東京ダービーは2分4.8秒。馬場の違いはあれど、時計的にはそんなに変わっていない。これをどう考えるかね。中央馬が来るとペースが上がるから、東京ダービーよりタイムは速くなるし。でも、重馬場になるとレース自体速くなるし。もしかしたら、大井の馬場が恐ろしく高速化している影響の可能性は否定できないのよね。散水してるのかな。2023年のこないだの帝王賞も両馬場で2分1.9秒というとんでもないタイムだったし、このタイム差を見ると、現時点ではコバダートの最上位とは 2.9 秒差の差がつけられているとも言えるわけね。だから、南関東3冠馬で地方の対象格だけど JBC クラシックなんかを今回みたいな人気で迎えるのは危険ね。ミックファイアほどの馬でもこれからさらに成長して、約3秒の差を詰めない限り、帝王賞や東京大賞典には手が届かないわけね。もちろん、裏は記念だとかなら自信を持って本命にできるし、現在の日本のダート路線のレベルはかなり高いところにあるから仕方ない。というのも付け加えさせてもらうけど、それでも雪田むや水戸の王、お祭り男が行きたがっていたのに外できちんと折り合っている操縦性と大外を回って干渉した能力もそうだし、レース巧者の面も強く感じたわね。今までの地方の強豪、地方の怪物とは明らかにタイプが違う強い馬なわけね。ミックファイアは、ジャパンダートダービーのその他の馬で気になった馬はいる？3着の水戸の王はかなり頑張ったと思うわ。もしペースが落ち着いて、水戸の王が折り合って、気持ちよくいける展開だったら、ミックファイアは届かなかったかもしれないし、水戸の王の上がり3ハロン40秒は数字からすると地方馬の上がりなんだけど、このこんなとんでもないハイペースを逃げて、上がり3位の40秒ならかなり立派なタイムだと思うわ。この馬も間違いなく地方交流重賞を引っ張っていく馬になるだろうし、中央より地方で荒稼ぎしそうな馬ね。どういうこと？中央だと点の逃げの争いだったり、多頭数でスムーズに逃げられないことが割にあるけど、地方交流なら小頭数で点も速い馬も限られるから、安定して君臨できると思うわ。一口馬主の競馬ゆっくり的にはミックファイアみたいな馬を持つより、水戸の王みたいなレース数をこなせて、たくさん安定したレースを見せてくれる馬の方が魅力的に見えるわ。おお、かなりの高評価ね。その反面低評価なのが雪田むね。確かに声優ステークスの時も行きたがっていたし、今回も川田が抑えていたし、行きたがった結果もそうだし、ハイペースの結果もそうだし、難しいことが続いていてもミックファイアと同じようなところにいて上がり 40.1 秒は情けない結果ね。距離が長いだとか色々言えるかもしれないけど、声優ステークスのレースレベルの低さで大物感のある競馬ができただけみたいね。本命にしたけど、見る目がなかったわ。悲しいことに。あとはオーロイプラータと帝王リカードの2勝クラス突破組ね。2勝クラスをコバに勝って突破してきたから、能力はあるだろう。と考えてはいたけど、現代競馬では3歳ダート路線でも早期に頭角を示さない馬は能力的に下に見た方がいいわね。ダートのレースがたくさんできた影響で相対的に今までの価値観が通用しなくなったのを見せつけられたわ。オーロイプラータは出遅れがなければ、という論もあるが、出遅れなければもっとハイペースの餌食になっていたし、帝王リカードはその餌食になってしまったし、帝王リカードに関して言うと最下位。
地方馬よりも下だけど、逃げないとダメな馬なのかしらね。そういう馬結構いるからね。今回の負けは度外視するなら確実に逃げられるメンバーで、というところね。おお、2着のキリンジは頑張り屋さんな馬なのかもね。今までスローだったり、水戸の王のペースで押し切られた兵庫チャンピオンシップもそうなんだけど、ペースの速い遅いはあまり関係なく、折り合えれば上がりは38秒中盤から後半が使える堅実な馬なのかもね。藤岡雄介はどうしてプロキオンステークスといい、主役になれないところで頑張って、2着、3着になるんだろうな。それも競馬ゆっくりが買わない時だけ、ローカルの警備員とか言うからだぞ。雄介。キリンジ。大切にしろよ。ハピはもう取られてしまったんだからよ。ユウスケはもう一度 G1 勝てるのか。今回の競馬ゆっくりのジャパンダートダービー開庫はこんなもんね。ミックファイアの栄光はすごいけど、これからの道は茨の道。成長した姿を秋に見せつけられるのか。というところね。ちなみに馬券はユキタム単勝、ユキタムからミックファイア馬単、ユキタムから帝王リカードという全打席空振り三振の打率ゼロのアダムダンレベルなんだけど、なぜ外れた予想動画に神予想とか、ありがとうございますとかコメントされるのか、逆進だからだよ。粗品も本命ユキタムだったぞ。やっぱりそう言われるやつって何か共通点でもあるのか？少なくとも粗品は愛されてるぞ。俺には愛が注がれてないってこと？悲しきモンスター競馬ゆっくり。は？以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。